宇宙がなびらユンタンジャ出番ですよの時間となりました。時計の針は11時を回りまして、7月の5日金曜日、旧暦のうちなぐみでは5月の27日納豆いびん、はい、今日もあちっぱんかんでございますけれどもね、皆さんいかがお過ごしですかね。もう本当に毎日そうですよね、どの番組もそうなんですけど、やっぱ暑いねという話ばっかりなんですがね。いやー本当にこう、でもこの雲、青い空を見ていたりすると、週末がね、懐かしくなるというかですね、はい、もうやっぱりどっかに行きたいよなみたいなね、そんな感じがするわけなんですけど、今日は金曜日、なちゅちばい頑張っていただきたいなと思いますけれどもね。まあ週末お休みでない方いらっしゃると思いますけども、はい、その方は次のお休みまで頑張っていただきたいなと思いますね。さあお送りしていきますユンタンジャ出番ですよ。今日もですね、ゲストを迎えて1時間なんですけども、はい、今日もですね素敵なゲストをお迎えしております。昨日はね、読谷村長、石峰、村長をお迎えしての1時間であったわけなんですけどもね、読谷村の情報を毎月1回ご出演いただいてですね、お話ししていただいてるわけなんですけども、時折この番組の方にはね、前回も、宜野湾市の佐喜真市長などご出演いただいたり、また、まあ今月中頃になりますかね、来週再来週ぐらいには、四季屋女村長もですねご出演予定ということで、ちょっと大御所が、続々とこう入ってきてるということでございましてですね、まあここFM タンの方からですね、それぞれのこの沖縄西海岸ね、情報を共有しながら、皆さんね、関わっていったらいいかなと思ったりもしながらですね、お声掛けをさせていただいております。やっぱりこのね、西海岸盛り上がらないといけませんよ。そんな感じで思うわけなんですけどもね、皆さんいかがお考えでしょうか。それではインタンジャー出番ですよ。1時間お付き合いください。さあ、始まりましたユンタンジャ出番ですよ、ね。冒頭申し上げましたけど、本当にこう各市町村大御所の方々がお見えなんですけども、今日の方、はい、まあ、多分、私が放送で、お伝えできる、首長のおそらく南限南の玄道じゃないかなと思ったりもするんですけどもね、はい、もうまさかこの方が来られると思ってもいなかったですね。ご紹介いたしましょう。浦添市長松本哲さんです。改めましてこんにちは。はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、こんにちは、よろしくお願いします。もうユンタンじゃないですよ松本市長、ね、もうはい、いや、まさか来ていただくと思ってもいなかったです。本当に、いや、もうはるばる嬉しいからチャービタンありがとうございます。はい、よろしくお願いします。いかがですか、ユンタンの印象は。いや、いいですよ、はい、やっぱりね、ちょっと今こっち走ってきながらもですね、うんうんうん、宇治畑の中を通ってたんですけど、やっぱりなかなかね、そういう風景は、わったうれしいではもうなくなっておりますね。そうですよね。はい、まあ、人口11万4千近くの、はい。はい。もう本当に都市でございますけどもね、ただこの町、そちらの方から来ていただきましたが、はい、もう皆さんご存知の通り、松本市長、ね、今年3月に就任ということで、もう間もなく5ヶ月そうですね、2月の11日ですね。はい、月失礼しました。2月にね、ご就任なされて、本当にもう私たちももう遠く読谷からではございましたが、はい、浦添市長をずっと眺めておりましたよ。本当にこう若いね、市長誕生ということでございまして、本当に喜び歓喜にあふれる浦添市だったわけなんですけども、いや、どうもありがとうございます。はい、今日はそんな中でね、読谷までお越しいただいて、今ラジオをお聞きの皆さん方も、まあ多く読谷の方多いと思いますが、この電波は、読谷からですね、南の方まで、中南部那覇の方まで届いてますから、多くの方から聞いていただいてると思いますが、まさか浦添市長がなんで読谷に出てるのみたいな感じじゃないかなと思いますけども、今日は本当に、
面白い、こう素敵なお話、まあ、夢を語っていただきたいなと思います。よろしくお願いします。読谷、ね、まあ、と浦瀬、うん、少し距離があるような気もしますけど、まあ、同じチューブですし、そうですね、西海岸もシェアしているということですから、うん、はい、またこれからもいたしくにげさびれさん、よろしくお願いいたします。時々こう日本うちな口が日本語と混じりながら出てきますけれども、そうですよ、またまだ、うん、まあ、うちなんちですからね。ああ嬉しいですね。なんかもう失礼ですけど、お年をおいくつでいらっしゃいます？あ、私はですね、はい、昭和42年生まれですから、今年46になりますね。いやー、もう鳥肌が立つぐらい。もう42年生まれ。私、まあ、40年なんですけど、同世代なんですね。あ、そうですか。先輩ですね。はい、え、まあ、ちょっとだけですよ。ちょっとだけですよ。いや。全然同じ学校にいるぐらいの感覚ですからね。大先輩です。いやいや。大先輩って言われても。もう、本当によろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さて、まず、まあ、この番組、まあ、3つにこう分けてやっていくんですけど、まあ、過去、現在、未来ってみたいな感じで今日は進めていきたいなと思うんですが、はい、松本市長、まあ、今回、まあ、市長就任ということなんですけども、もともとはもう浦添ご出身で、はい、もともと浦添生まれの浦添育ちですね、うん、まあ、浦添の宮城というところが、まあ、そこの生まれ育ちですね。なるほどね。でも、これまで市長の、就任なさるまでの、うん、松本哲司という男はどういう人間だったんですかね。ああ、まあ、私はまあ普通浦添に生まれましてですね、うん、まあ、中西小学校中西中学校とまあ普通に出まして、あ、まあ、大学までは沖縄にいたんですけど、その後まあ東京で、仕事をしてですね、まあ、20代後半から少し、うん、アメリカの方におりました。そうなんですか。でそれから帰ってきて、はい、まあ、浦添総合病院というところ で、で介護の仕事を始めてますね。なんか福祉関係のね、仕事をずっとされてたと。介護福祉関係ですね、うん、まあ、資格で言えば社会福祉士という資格なんですけども、あ、ですか。で、まあ、10年前に、まあ、もう11年になりますか、独立いたしまして、NPO 法人ライフサポート手だこというのをですね、まあ、設立しまして、はい、まあ、介護とか福祉とかそういったことをずっとやってきたと、なるほどね、というところでございます。それで今回3月の所信表明の時には、政治は究極の福祉であるという、そうですね、コメントを出されてましたけれども、はい、やっぱりこう福祉に携わっていながら、やっぱり、福祉でとにかく政治を変えなければならないとか、そういう思いはやっぱどん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 膨らんできてたっていうのはあるんですか。そうですね、私は、うん、まあ、最初は大きな施設で仕事をして、うん、介護職として仕事をしておりまして、はい、やはりその中から自分がやりたい福祉とか、うん、介護とかっていうものを追求するために独立をして、はい、されて、うん、まあ、その後また地域福祉というんですか、やはりそこに行かなければなかなかうまくいかないこともたくさんあって、うん、でそれで市長と、うん、ですから私が住んでいる道というのは一つ一つこう延長線上にあるという感じですね。ですから、ね、まあ、福祉職介護職から、うん、市長へというのは突飛な話そうではなくて、うん、やっぱりその一つの延長線上の中に私の中では位置づけられているというところです ね、しかし、まあ、まあ、同世代だから、まあ、僕をストレートで話しますけど、うん、この年で、まあ、人数には関係ないと思いますが、まあ、市長という首長に、うん、まあ、結婚するというね、もう本当に人生の中で一大決心じゃないですか。そうですよね。しかもだって独立して、ご自身でもう企業をね、はい、されていて、はい、もう、まあ、お仕事をされているわけですから、まあ、この事業をしっかりねやっていこうっていうさなかだと思うわけなんですけども、そこら辺のこのキックっていうんですが、何がこう動いたのかなと。これもですね、うん、まあ、いろんなご縁とかきっかけとか、運命的なこともいろいろあったんですけど、はい、やはり私ライフサポート手だこという NPO 法人をやっておりましたけども、うん、これも手だこって名前ついておりますけど、はい、浦添市内限定でやってたんですよ、うん、あ、まあ、本当に浦添による浦添のための福祉というものをやりたいということで、うん、そこでやっておりましたので、うん、やはりそれを突き詰めていくと、やっぱり市の行政、福祉行政、うん、あるいは福祉教育の分野ですね、はいはい、そういったところにどうしても行き着くんですよね、うん、ですからしっかりとそこをやらなければ、うん、これからはコミュニティで支えていく、やっぱり地域で福祉を作っていくっていうことがなかなかできないなということはありましたので、まあ、そういうことを考え始めていた頃に、うんうん、まあ、たまたまというか、はい、浦添市の方では市長選の候補者の一般公募というのがあって、そうでしたね、うん、まあ、そこで、まあ、いろいろ友人からも
推薦受けたり、いけいけと言って、まあ、でやってみるかみたいな形でやって、まあ、ちょ統一候補として、うんうんうん、決まっていく。そうですね。ただまたその後ね、いろいろまた波乱万丈を待っていて、いろいろとそうは問屋が下ろさないっていうところだったんですけれど、まあ、あれやこれやを、うん、乗り越えて、はい、無事、市民の皆さんのですね、大いなる決断のもとにですね、うん、あの市長に選任していただいたというところでございます。そうですよね。まあ、しかしね、あのそういう福祉の部分からということであれば、まあ、これから、時代は高齢化社会、まさにもう、うん、もう片足を突っ込んでると同じっていうふうにも言われておりますけれども、まあ、そういう時代をあのやはり自ら抱えるという、まあ、それは、まあ、そもそもね、介護のお仕事をなされてるっていう時から、まあ、それは視野にあったんでしょうけれども、まあ、我が浦添をどうしてもこう福祉からということで、行政福祉にもう少し力を入れていかないといけないという部分が、まあ、我々から見ると浦添っていうものはやっぱりこう都市であり、まあ、経済的にも本当に潤っているというような、はい、そういう見方がするわけなんですけども、そんな中でやっぱり福祉というものを充実化していかなければ、これからの高齢化社会にはやっぱり向いていけないというのはやっぱりこう感じながらされてたわけですよね。そうですね、うん、あの市長という仕事はですね、例えば、うん、あの産業も考えないといけないし、はい、経済も考えないといけないし、ね、もちろんあの、まあ、金沢もありますので、うん、安全保障、はい、まあ、基地問題ですね、うん、そういったものも考えないといけない、うん、けれどもあの私が選挙中から訴えてたのは、うん、やっぱり基地の問題にせよ、産業振興の問題にせよ、うん、教育の問題にせよ、うん、あらゆるものはですね、全ては人に行き着くんですね、うん、あ、なるほど。だから人がどう暮らすか、はい、どう幸せに暮らしていけるかというところに行くとすればですね、うん、やっぱり出発点はやはりかなり福祉とか、うん、そういったところに行くだろうと。そうですね。そういう意味では子どもの、あの福祉ということも考えれば、うん、教育ということにもなってくるし、うん、ですから私はやっぱり子育て教育そういったところを充実していきながら、うん、福祉あるいは介護ですね、うん、どのようにして子どもたちを産んで元気に、うん、育てていくかということと、やはり仕事を得て結婚して子供を得て、うん、でそして年を取って最後老いていく、うん、その中でやっぱりこの町でよかったなと、そうですね、そういった人生をしっかりと浦添市民が送っていけるような体制をどうやって作るのかと、うん、それが私 の, あの使命であります、仕事であります、市長としてですね。そうですか。そこをしっかりとやっていきたいと考えています。でも本当にこう、まあ、軸がしっかりしてるっていう意味ではね、うん、本当にあのここを起点にして、本当に人という、浦添人材をしっかりと軸にして、そこからいろいろこうもちろんこうメインとなる福祉なんですけども、もう経済もそれから安心安全の街づくりっていう部分に関してもやっぱり、まずは人という部分から、基軸を置いているということですね。ここが少しやっぱりいろんな難しいところがあって、うん、皆さんこう見失っていくんですよね、うん、ある人は少しお金という点で見失っていくし、はい、また例えば行政内部だとどうしてもそれが法律だったりとかですね、うん、仕組みだったりとか、そうですね、慣習みたいなものだったり、うん、そういったものだから、いやこれはこういうふうに決まってるんですよ、あるいはこういう法律でそういう決まってるんです、うん、いやこれこういうふうなやり方をじゃないといけないんですよ、うん、っていうことにあまり固執してしまって、そこから人が消えてしまうんですかね、うん、人のあり方が消えてしまう、だからそこをもう一度、見直していくという作業です ね、うん、なるほどね。だからとにかくあの市民に向かうと、うん、市民にとって何がいいのかということを出発点にしなければ、うん、もともと人が幸せに生きるために法律は出てきたはずです、うん、我々コミュニティが幸せに発展するために役所とか市役所と行政職員という人も出てきているわけですから、そこをやはり踏み違えてしまうとですね、わけが分からなくなる。少なくとも私が今回選挙で選ばれたってことは、少なくとも浦添市民はやっぱり何かを変えてほしいという願望があった。今のままでいいよっていうんであれば私が選ばれることはなかっただろうと、うん、そこをしっかりとですね、はい、市民の皆さんあるいは行政職員の皆さんにも、うん、肝に銘じていただいて仕事に向かおうというところでございます、うん、なるほどね、はい、でもね、なんかこうさっき年の話でしたけど、二つ後輩とはとても思えないような、やっぱりすごいなっていうのをね、やっぱり感じますけれども、まあ私レベルではなかなかそんなことをね、お話できませんが、でも今日はね、本当にそういう思いでは、松本市長として、しっかりとですね、お話を伺っていきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いしたいと思います。走りとしてはね、かなりもう、がっつりきたなっていう感じでしたけれども、さあ、この後もですね、お楽しみいただきたいと思います。今日のゲスト、浦添市長、松本哲さんをお迎えしてお話を伺っております。
。この後もお楽しみください。一旦コマーシャルをお届けいたします。お送りしておりますユンタンジャ出番ですよ。この放送は地上波 FM78.6MHz、 そしてインターネットの映像をお届けしながら、番組の方を進めております。 FM ミートのホームページユーストリームで、クリックしてチェックしてください。よろしくお願いいたします。さて今日のゲスト浦添市長松本哲さんを迎えしてお話を伺っております。先ほどもねもうオープニングから市長らしいっていう感じのね、雰囲気でお話をしていただきました。ちょっと硬すぎましたね。僕もいや僕もちょっと背筋がピッとするような感じがしたわけなんですけども、はい、すべての政策は人から始まるというね、基本理念を打ち出しながらも本当に市民市役のですね、浦添市、その姿勢をね司っているという感じなわけなんですけども、はい、さて、まあ、先ほどねちょっと硬いねって話を今お話されてましたけど、今ちょっと CM 中に伺いましたら、なんか読谷との関わりもあるということで。そうなんですよ、はい、私ですね、まず最初はですね、うちの親父はですね、はい、まあ、戦争で孤児だったものですから、その時に引き取られてですね、育ててもらった人が、この読谷の長浜の人だったんですよ、ですからちっちゃい頃からどういう関係かよくわからないけど、正月とか長浜夏のお盆の時はですね、長浜に来てですね、あそこで綱引きもあったような気がするんですよね。へー。でそういったところに、すぐ長浜の公民館のすぐ横なんですよ、うんうんうん、お家が。あ、そうなんですか。でそこでいて、さすがに浦添でコウモリとかなかなか見なかったここに来て海田の話でやったりとかしてですね。長浜聞こえてますからね。あ、長浜の皆さん元気でしょうか。また行きますね。そうですか。だったり、うん、でまたたまたま今度成人して、はい、妻をいただきまして、まあ、嫁というか妻をいただきましてですね、はい、奥様、はい、また辻がですね、うん、このカデナンチュなんですよ。あ、そうですか。カデナンチュなんですけど、お父さんはヨミタンチュなんですよ。でヨミタンとカデナ の、うん、あの娘なんですよ。なるほど。ですからそのヨミタン高校かな、奥さんは。え、カデナ。あ、カデナ高校。カデナですよ。お若いですね。若いですよ。我々より。あ、カデナ高校、うん、あ、まず、あ、出身がカデナなんですよ、うん、実家がカデナ でお父様がヨミタンの長浜、あ、じゃねえ、このキナですか。キナ、うん、キナの石峰ですね、はい、あ、え、キナの石峰って石峰村長もキナですよ。だから英科だと思いますよ。すごいな。繋がってますね。はい、英科で昨日と京都出演みたいな。昨日いらっしゃったんですね。そうなんですよ。あ、もう一緒に来ればよかったです、ね。いやいやいや、そうなんだ。そうなんですよ。だから今でも正月とかお盆とかシーミーとかはですね。昨日の方にも。昨日の。あら。石目さんのお家に行って。そうですか。嬉しいですね。まあもちろんカデナも行きますけど、うんうんうん。だからそういう意味では読谷しょっちゅう来ていますので、やっぱり縁があるなっていうことですね。いや、そうですか。まあ、ありがたい話でございますけども、なんかやっぱりこういう縁があるっていうのはね、うん、この縁師っていうのはいいですね。うん、人と人との距離をこうぐっと近づくね、そういう力を持ってるなっていう感じですけれどもね。まあそういうね、皆さんぜひね、読谷村の方もカデナ町の方も聞いておられると思いますけどもね、ゆかりのある方でございますので、ぜひ皆さんね、これからも浦添市長松本哲司よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。宣伝みたいになってしますけど。さあ、またまたお話
話もね、はい、伺っていきたいなと思うわけなんですけども、まあ、福祉関係のお仕事をなされてから、うん、市長に、本当にこう、市民のね負託を受けての、もうこの2月からのスタートということなんですけども、実際ですね、まあ、市長になられてっていうか就任になられて、僕はあの確かニュースか何かで、はいはいはい、間違ってたらごめんなさいね、一番最初の就任式の時に、はいはい、市職員をなんか振り返させたというなんかお話が逸話がありまして、その件を、ね、僕はぜひ、ね、ラジオ局の皆さん方に伝えたいと思っているんですが、あれはですね、うん、実は浦添の選挙は少し変わっておりまして、選挙が2月10日、はいはい、そこが市長の任期満了日なんですよ。あ、ですから選挙の翌日すぐ就任なんです、ね、すぐ就任です。翌日就任して、はい、ですぐ、まあ、そのちょっと待ってください。ということは、祝賀ムードもなくすぐ登庁ですか。はい、徹夜です。一睡もせずにすぐ公務です。なるほど。で始まって、うん、最初のその登庁の日にですね、うんうんうん、まあ、あの花束をもらってこう、はいはいはい、きますよね。よくね、登っていきます。で、そういう、うん、そのままこうそう9階っていうか、まあ、市役所の一番上に講堂があって、そこで職員が集まっていて、そこで市長の挨拶というか講話みたいなものがあるんですよ、うん、まあ、そういうのもやったことないし考えたこともなかったしもうそれどころじゃなくて翌日ですからね。もう選挙だけでも大変でしたから、もう、そうでしょうね、もうとにかく走りまくって戦いまくって、うん、で結果が出てやったー、はい、もう万歳って戸惑いながら一晩過ごしたら翌日そうですから、はい、でそうやって、まあ、あの市長室、まあ、9階に上がった時にエレベーター降りたら、バーンと職員がガンと並んでるんですね、はい、でそこでも一言ご挨拶っていうことなので、はい、まあ、普通にご挨拶しようと思ったら、うん、こう私に向かってですね、はいはい、まあ、ちょっと分かりにくいです、皆さん想像していただきたいんですけど、うんうんうん、はい、どうぞ。その9階のホール、うん、だから眺めがいいんですね。オープンなんですね。オープンです。外が見えるわけですか。で、あ、周りがこうガラス張りになっていまして、こう、はい、外が見えるんですね。はいはいはい、でそこで今度壁に私が壁側に立って、うん、皆さんが私を見てるんです、うんうんうん、あ、ということは職員が、市長からはその市の前景が見えるけれども、職員は逆にそこを背にして私を向いている。なるほど、そうですね。並び方がですね、うんうんうん、部署ごとに並んで、はいはいはい、先頭から部長、うん、課長、係長といって、こうやって平、はい、一般職員といって流れてくる。なるほど。だから私に向かって全員並んで、うん、一番近いところから部長とこうしていくわけです。そうですね。はいはいはい。で、その向こうに外が見えたんですね。で、私は 何を喋るか考えてなくて、そのまま来たんですけど、その時にふっと思ったのが、はい、やっぱり我々は市民を見なきゃいけないよということで、それでちょっとじゃあ皆さん、なんていうか、ちょっと、周り向きして外を見てください、うんうん、すると私からは部長の背中を見て、部長は課長の背中を見てって行くわけで、で最後の職員は外を向くという形になるんですよ。すごいな。それで我々が向かうべきは市民だと、うん、はい、上司の顔色を伺うなと、はい、市長の顔色を伺うなと、はい、我々が見るべきは市民を見なさいと。だからそう、私は皆さんを支えるから、部長は部下を支えて、部下は市民を迎えなさいと。なるほどね。今まではそれが逆だった僕は多いんじゃないかと、うん、ね、まあ、全てがそうとは言わないけども、部長は、うん、市民を見て、うん、部下は上司を見て、うん、市長を見てね、うん、市長を見て、うん、で最後ないがしろされている市民がいるっていうこともなかったかと、うん、なるほど。だからこれからは市民を向かっていきましょうと、うん、目をつける目の方向っていうのは、はい、市民を見ていきなさいと。なるほど、ね、私を見ないでいいよと、はい、市民のために頑張っているかどうかを私が見て皆さんを応援していきますという話をした。へえ、すごい。これはもう瞬間的にそう思ったわけです、あの形式を見て。そうですね、もう、まあ、何をしても、はい、どうぞお好きなように喋ってくださいって言われたのでうんうん、うん、もうおっと思って急にそういうふうに喋ったと。すごい。でもその時にだからカメラが来てるとかっていうことまでは、もうなんていうかパニックっていうか、あのそこまでを意識して考えているわけではなかったんですけど、それがテレビで流れたりラジオで流れたりというふうにして広がったみたいです。当時はそこまで分かってなかったです。すごいことだなってね、改めて思いましたよ。あの就任のことがですね、ああいう形でやっぱり、まあ、報道されたり、私たちみたいなところまでこの情報が行き届くっていうのは、やっぱそれだけインパクトのある行動
だったんだなっていうことをね、改めて感じたわけなんですけど、まさに本当にこう市民と一緒になって、行政を行っていくっていう市民目線ね、そういう部分をね、一般職員の皆さん方から全て市長まで一緒なんだよ、見るところはっていうところをね、やっぱ伝えられたのかなと思いましたね。どうしてもやっぱりあの、市役所も大きな組織で、800人いますからね、800人ですか、職員だけで。やっぱりだからどうしてもその一つの企業になってしまい、やはりそこには上司がいて、で多分彼らは私より長くそこの職場で働くので、やはりあのついついですね、市民ではなく上司の顔色だったり、市長の顔色だったりということになってしまっていたのではないかということですね。そうじゃなくて市民のために頑張れば、その背中を我々が評価するという形を取ろうと。いやー、素敵だなと思います。ありがとうございます。いい話を。これは、あの、特に行政のみならず、一般企業においても、私たちもそうなんですけども、FM タンという会社でも、やっぱり社長がいて、スタッフがいて、で、またリスナーさんがいてってなんですけど、確かに、おっしゃる通りはそうかもしれませんね。そこはぜひね、学びたいところであるな。なかなかね、分かっていてもね、普段の業務の中ではそうは、友達が下ろさないっていうところがあるんですけど、でもやっぱり基本はそうですよ。そうですね。いうことを忘れずにいきましょうという話です。はい、改めて、お話を伺いましてね、私もこう初心に帰るような感じがしたわけなんですけどね、ラジオ機の皆さん方にも伝わったと思います。さて、その松本市長就任されて、2月の11日スタートしまして、もう4ヶ月半余りということになりますけれども、どうですかここまで。ちょっと振り返る形になりますけども、やっぱり一番難しいのは、民間で考えているようにもうサクサクとどんどん行くってことができない行政の事情というんですかね、非常に、まあ、あの慎重、法令を調べて、前例を調べて、横並びの意識の中でしか一つ一つ進んでいかないという、このスピード その遅さですね、そこに非常に苦しみを感じています。でも、それが行政でもあるんですよね。やはりあんまりこう飛び出して失敗して、市民に迷惑をかけてはいけないっていうのがやっぱり先にあるので、やっぱり行政職員、特に公務員と言われる人たちは、やはり法令を遵守し、あまり突出せずに無難に無難に慎重に行くっていうのが、まあ、彼らの本質でもありますので、そこを否定することはなく、でもやっぱりどん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 時流というか時代の流れっていうのは早くなっていると思うんですね。ですからそこに置いていかれないようにどうやって引っ張っていくかという、その、まあ、バランスが一番難しいですね。そうですね。まあ、本当そういう意味では、私も、まあ、FM ユータンというこの放送を通して行政の方々とよくあの関わることが多いわけなんですが、やはりあの私もあの関わって初めて知りましたね、そういうところ。あのとかく僕も村民、ただ一村民である時っていうのは行政やるところも遅くて、もうみたいな、何かみたいなことは、常に持ってました。でもこの FM タンをやることによって行政の方々と関わること、そしてそこで知り得るのはやはり慎重さなんですよね。私たちの村民の税金でもって、本当にこう、行政運営していく私たちのためにやっていっているならば、そこはしっかりと本当にこう無駄のないようにやっていただいてるなっていうこと、それにはやっぱりそれなりの手順を組んでるんだなっていうことを改めて感じることができたっていうこと、今の市長のお話も全くその通りだなって同感しますね。そういう意味では私は、まあ市長になる前は、あの、まあ、小さい会社の経営者でしたから、そういう意味では自由にできたし、本当にまさに典型的な自由、もうガンガン行く、失敗しても、あとは自分でケツを拭けばいいっていう、そういう世界だったんですけども、行政はまたそれの対照的な、本当に究極の対照的なところがあって、なかなかうまくいかない、であなたがケツを拭けばいいっていう、そういう問題じゃないんですよって、そういうところなんですよ。確かにおっしゃる通りですね。はい、なかなかそこをしっかりとやっていくってことが大事ですね。ですね。はい、いやちょっと盛り上がってるところなんですけども、一旦コマーシャル挟みまして、また後半に続きたいと思います。
りしておりますユンタンジャ出番ですよ。今日は本当にね、楽しい話を伺わせていただいております。浦添市長松本哲也さん お招きしてお話を伺っております。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、いや、ちょっとお話に入る前に、私いつもねメールが来るとそれを忘れるので、先にメールのご紹介をしたいなと思います。はいはい、どうぞ。はい、さて、おはようございます。アフターです。浦添市長さんにお伺いしたいのですが、今必要とされるイノベーションとは何でしょうかと。難しい、なんかイノベーションとか。アンギーじゃん、みよ。また難しい質問来ました、ね。イノベーションって何ね。イノベーションって、あゆみ。革新とか。ああ、なるほど。改革とか、そういう意味ね。ああ、なるほど。どうですかね、今必要とされる。まあ、これもちょっと難しいというか、まあなんかちょっと、まあ抽象的な表現になりますけど、自分が今現状の仕事をしながら考えているイノベーション、今必要とされるイノベーションって何かといえば、例えばですね、はい、やっぱり私は、勇気というか覚悟かと思っています。なるほど。何をやるにせよ、何を変えていくにせよですね、必ず現状の人から批判が来るんですよ。特にですね、行政職っていうのは市民からのクレームっていうのに非常に敏感なんですよ、はいはい、だから、ね、ある何かを変えようとして、もう それを変えることによって、弊害を被る既得権益の人たちからすごいまた文句が来るんですよ、はい、ね、だからこれを受けて立つ覚悟と勇気がなければ何も変えられないんです、はいはいはい、なるほど。だから私はいつも言ってるのは、やっぱり何かを変えるときには必ず批判も起こる、もう非難も起こるし、クレームも起こるし、文句もたくさん来るんです、はい、だけれどもやはり我々はそこを勇気と覚悟を持って、しかしこういう理由でこういうふうにさせてくださいと、ご理解お願いしますと頭を下げて進んでいく、勇気と覚悟が必要なんだろうと。なるほどね。勇気と覚悟なくイノベーションはありえない。なるほどね。力強いお言葉をいただきました、ありがとうございます、はい、次の、メールに入りたいと思います。なかなかチルバグメール来ないんですけどね。 あ、 そうですか。ありがとうございますね、視聴のおかげで、はい、女性の方ですね、チリーンさん、はい、はいはい、こんにちは、ユンタンジャデブンですように浦添市長が出ているのでびっくりしてます、はい、私にとっては正直全く関係のない浦添なんですが少し身近に感じました、企業的な考え方が行政にも反映されていそうですね。今後の浦添に興味を持って見ております。また地域同士でいろんな情報を共有できるともっといいですね。今回ユンタンのラジオに出てもらったのは、私たち村民が他の市町村の行政を知ることができ、比べてより良い村づくりを目指すこともできます。これからもたまに出てくださいということで、すごい、ありがとうございます。素晴らしいですね。嬉しいですね。こうやってなんですか、いや、FM ユンタンのリスナーの、はい、このクオリティ高いですね。いやでも嬉しいですね。こうやってすぐまたメールが来て、はい、ね、もうやっぱりね、反応があって嬉しいですね。いいです ね、 ね、でもね、もういやいや素晴らしい。またこれから読谷と、はい、先ほど話してましたけどね、読谷と浦添はこう同じ自治会がつながりでありますので、はい、そうですよね。逆にコントラストがあるので、いろんな連携ができるというところも逆にあるんですよね。そうですね。やっぱりもう全然こうイメージが読谷と浦添っていうのは違いますので、そういう意味では何かしらこう連携ができると面白いかもしれませんね。実は私もこっそりどうしてももう浦添から逃げたいときは読谷に来ておりたりしてますのでありがとうございます。ぜひね、どことは言わないけど、はい、もう13キロ、ね、ある自然海岸、はい、ね、素敵な場所でございます。ぜひね、たまにドライブでね、足を運んでいただければと思いますね。そうですね。読谷で私を 見かけたら、うん、これは少しゆっくり逃げに来てるんだなと、癒しに来てるんだな、癒されに来てるなとお声かけないようにいやいやいや、ありがとうございます。さて、ここで行政の話をぐっと大きくね、やってきたわけなんですけども、はい、ちょっとこう少し今、はいはい、お話が出ておりました。松本市長から見るこう浦添 PR っていうんですか、こういうところって自慢を少し、しごみいただきたいなと思うんですけども、私です読谷中にぜひ浦添に来てくださいっていう部分では、あ、来てください、はい、何かな、例えばいろんなものもありますけど、やっぱり浦添で私が一番好きなのはですね、私が選ばれたからっていうことではないけれども、はいはい、やっぱり一番ですね、革新的っていうんですかね、なんですかね、こうチャレンジャーチャレンジャー、なんかこう、どううまくいくか分かんないけど、とにかく新しいものを一つやってみようやっていう、そういうなんか意思が浦添市民の中には多いような私気がしています、ね、そもそも大体そういう市民がいなければですね、まあ、そうですね、私なんか選ばれませんいやいやいや、でも
私たちが見ると比較的若い方々が多いなっていう気はちょっとしますね。平均年齢が 38.6 歳ですか。だから白ですか。県内、はい、県内最年少です多分。平均年齢ではすごい、最も子供が多く、そういう若い人が多い町ですね、うん、あ、そうなんだ。まあ、だからこそこういう新しいやっぱり何かを変えていきたいっていう、そういうものが一番強い町なのかなというふうに思ってます。でもそういう若い、まあ、確かにそうですね。先ほど冒頭に福祉の件を、ね、お話しされてましたが、福祉だからといってその高齢者イコールという部分ではないですからね、はいはい、やっぱ子供たちとかそういう、ね、環境も、ね、福祉ですから。でも 逆に言えばやっぱりこう先ほどもちらっと話されてましたが、子育ての部分っていうのは、はい、結構重要視されているところありませんか。あ、もちろんそうです。やっぱり若い人たちが多く、待機児童も非常に多いですので、まあ、それに伴い、やっぱりその児童福祉ですね、子どもたち、障害を持ったお子さん、はい、障害を持った子どもたちですね、そういった子たちのどうやってサポートするかということなんかも非常に、テーマとしては大きいですね。確かにね、まあ、そういう意味ではやっぱり福祉の充実っていうのはね、本当にもう誰しもが願っていることではありますので、ぜひそこら辺もがっつりとね、ぜひやっていただきたい。ぜひご注目ください、新しい浦添の革新は浦添から、はい、あ、じゃあ沖縄の革新は浦添から始まると、あ、そういうふうな嬉しいですね、ありがとうございます。ちょっと今ね、革新革新って保守革新ってそれではないですから、ね、それではないですからね、はい、皆さんさっき言ったイノベーションの方のですね、はい、そうそうそう、ここだけ聞いたら勘違いするかもしれないですけど、どっちがいいとか悪いとかそういうことではないんですよ。はい、さて今ね、電話での、メッセージが入ったようでありますので、それも随時ご紹介していきたいと思います。村民から市長さんへという、はいはいはい、私は、浦添の副市長の先輩です。お誰ですかね、はい、彼が副市長になってびっくりしてます。秋邪魔、もしよかったら副市長のどこが素晴らしいか一言でいいので聞かせてくださいというメッセージなんですけ どこれでリスナーの皆さん難しいからよく聞いてください、はい、浦添市の副市長なんですけど、はい、お名前が名護さんっていうんですよそうなんですか。浦添の副市長なんですけど、うん、名前が名護さんといえば名護副市長。名護副市長。名護副市長っていう、ね。名護、浦添副市長。浦添副市長。そうなんですよ。わかりにくいですけど、名護さんっていう、名護さんね。名護さんっていうお名前の浦添の副市長。はい、なるほどなるほど。彼を、うん、私は今度、選びまして、副市長になっていただきました。うん、彼の一番いいところですね、うん。やっぱり非常に穏やかで、皆さんの意見をよく聞いて、まとめていく力がありますね。でそういった彼が私と の, やっぱそのコンビネーションの問題です、うんうんうん、いろんな方素晴らしい性格や、はい、キャラクターがあるんですけど、うんうん、浦添市の名護副市長はですね、うんうん、やっぱり私と一緒にやる上では最高のベストパートナーだと思ったのは、うん、なるほど、非常に穏やかで、うん、いろんな方の意見を取り入れて、はい、どちらかというとまあ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 、そこを一つよろしくお願いします、うん、ということが、ね、できる、うん、そういった方ですね、はい、ですからやっぱり私と その対照的なコントラスト、うん、あるいは組み合わせという意味から、うん、本当にベストな方だなというふうに思ってます。今朝の新聞には、うん、また、市長のまたサポーターというか、はいね、新しい方を一人、はい、まあ、就任させますよという話がありましたけども、はいはい、うん、沖縄大学の樋口先生が、ね、はい、ですね、彼らはその西海岸開発とかその辺のです、ね、うん、ことでいろいろ政策アドバイザーとして、あ、そうそう、アドバイザーで、はい、あ、なるほど。でもいろんな方々 の, そのブレーンは絶対一瞬にとっては必要でしょうね、うん、そうなんです、うん、ですから例えば外から若くて斬新なアイデアを持ってくる方も必要ですけども、うんうん、やっぱりそういう方だけだとうまくいかない、はい、うん、そういう意味において名護副市長は、うん、その取りまとめ中の人たちと一緒にですね、うん、まあまあそこ新しいその考え方を今までの既存の人たちとの中にうまくこう浸透していく、うん、はい、まとめていくことができる、うん、そういったところが私はすごく彼の手腕を買っています。ね、はあ、ぜひともね、もうそういう思いをまた市民の皆さん方にしっかりと伝えていただけることがね、市政に反映できるものだと思いますので、もう人事はとにかく先ほどね、市長自らおっしゃってました、やっぱりこう人作りだということでございましたので、まずは自分の、周りの人たちもしっかりとブレーンを作っていただいて、市政に反映していただきたいなと思うわけなんですけども、さて、はい、お話を伺いながらも、まあ、
浦添市の、まあ、PR も含めてっていう話でしたけども、私たちから見ると、なんか浦添市は、うん、ちょっとこう、那覇の一歩手前のもんですから、はい、なかなかこう浦添市に何かをっていうのが、うん、私たち読谷からするとですよ、ある意味、浦添ってどういうところなんだろうって思ったりするわけなんですが、そうどうでしょうか、浦添。時々言われますね。観光 PR としてはどうですか。観光 PR、うん、これからですね、浦添の場合はですね、うん、しっかりとまた西海岸開発が始まりますので、いずれメインになってくるんだろうと思っています、はい、よく言われるのはやっぱり浦添市は通り過ぎるだけ、顔がないとかですね悪口を言われたりしますけどところがどっこい、うんね、私たちはその、うんどっかにあるようなものを、はい、我が浦添市でも浦添市でもっていうふうに考えているんではなくて、やはりですね暮らして素晴らしい街を作りたいと思います、うんはいはいはい、逆に言えば我々はですね、那覇にもぴょんとすぐ行けるしそうですね確かに宜野湾にも行けるし、うん、茶谷にも行けるし、うん、本当にどこにでも行ける暮らして一番いい場所なんですね、うん、ですから本当に子供たちを育てて、うん、仕事に行って、うん暮らしていくとだから、まあ、那覇に行きたければ仕事で那覇に行く、うん飲みに行きたければ新都心にも行ける、うん、でコンベンションにも行けるしどこにでも行けるとどこからでも近い一番いいロケーションの中で、うん、どうしたらやっぱり暮らして一番いい街、うん、住んでいい街を作りたいなと思ってます、ねまあこの3月の1回の時の施政方針の中に結びのところに少しありました、この三大王と、うん、三大三大王と発祥の地、ね、発祥の地ということでね、はい、一言添えられておりましたけども、うんまあ、そういう意味では浦添っていうのがやっぱりこう、イニシエの歴史の中ではやっぱりね、中枢にあったというところですから首里、うんまあ、が今一番メインに目立っておりますけど、ね、その前はやっぱり浦添で、しっかりと王都が発生しておりますので、ねうん、その王都発祥琉球発祥の場所としてですね、うん、そういった意味ではやっぱりこの浦添から新しいことは常に始まるという自負を持ってですね、うんね歴史や文化も大切にしながら、うん、国立劇場沖縄も浦添になるんですそうですよねですからやっぱり新しい斬新なものに取り組みながら、はいはいはい、なおかつ組うどいとかですね、うん、そういった沖縄発祥の伝統をしっかりと守っていくと、うん、そういう文化に非常に造形の深いというんですか、うん、非常に目に見えない文化とか歴史とか、うんうんうん、そういったことをしっかりと胸に持っているからこそ、うん、新しい斬新な、改革をイノベーションを進めていけるという、うんうん、そういう街でありたいなと思ってます、ねまあ、今お話されていました文化と話されていました先ほど前の番組10時からの番組には平田大地さんがご出演いただいていてですねそうなんですか、はいはい、文化振興会の会長、ね、今度会長、ね、ご就任なされて先ほどその話をされておりましたけども、うん、まさか多分今浦添市長がご出演とびっくりしてると思いますけどね聞いてるかな聞いてると思いますよ平田さん聞いてますかいや本当彼とも一緒に、うん、今度浦添の国立劇場、うん、沖縄を中心にですね、うん、文化の森構想といって、うん、やっぱり沖縄の伝統文化、はい、芸能の一大発展、うん発信拠点としてそこを整備しようということを今県と話しておりますので、うん、なるほどそこからですね、うん、ただ古きものを守るだけでなく、うんはい、そこからまた新しい芸能が生まれていく、うん、伝統が生まれていくそういうなんか新しいこうエネルギーに満ち溢れた街にしたいですね、ですねあ嬉しいですねいやでもなんかこう先ほどの、ね、メールもありましたけれども本当にこう浦添が身近に感じるような話を今日、ね、伺っているわけなんですけども皆さんはどういうふうにお感じでしょうかぜひねやっぱり我が読谷もいやいや浦添に負けらんろうというぐらいの気持ちで僕ももう対抗意識を普通ずつさせながら、松本市長の話を聞いてるわけなんですけどねいやいや終わった読谷が一番どうというような思いだから、本当ねそれが一番いいと思いますよ、うん、私は浦添生まれ、浦添生まれ、うんうんうん、もう 100% 浦添育ちの、はい、まあ浦新地なんですよ、うんうんうん、だから浦添を愛しているし、うん、やまないし浦添こそ一番だと思ってます、うん、これがやっぱり糸満でも、うん、那覇でも読谷でも、ね、名護でもやんばるでも、はい、みんなが出てきて、うん、いい意味での切磋琢磨して喫茶をやっていくと本当に私の好きな言葉なんですけど、うん、百花繚乱の沖縄ができると、うんはいはいはい、いうふうに思っておりますので、ね、確かにそうですねぜひそういうふうに進めていきたい、はい、ユンタンジャのグスを皆さん一緒にマジュンチバラヤと
送りしておりますユンタンジャ出番ですよ。今日は、浦添市長松本哲司さんを迎えしてお話を伺っております。もうエンディングとなりまして本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、あっという間ですね。あっという間ですよね。今度もう6時間番組ぐらいやってみましょう。あのどうですか、こう ラジオ出演とかは。あ、地元浦添の方にもね、はい、あの21さんがありますから、そこにも、はい、うん、時々出させていただいて。あ、そうですか。ぜひね、あの、まあ、遠方ではありますけど、先ほどもメールがありました、たまにはぜひご出演いただきたいということで。ぜひぜひぜひ。でもあの本当にあの私たちにとってはやっぱりこう他の市長さんの久美子さんがご出演いただくことで、うん、やっぱり多くの方々が浦添市のことを、あ、浦添市ってこういう街なんだとか、あ、市長こういうふうに考えられてるんだっていうことをやっぱ知ることっていうのはなんかこう、遠距離に営業来てるような感覚ですね。さあ、なるほど、ね、そういう感じです ね。あの、から読谷に来て浦添で PR をするっていう。意外とでもまた沖縄はね、うん、ちっちゃいですから、うん、あの浦添にも読谷中たくさんいますし、そうですね、元々は英川読谷よとか、はい、出身読谷ですよとかっていう方もたくさんいるし、うん、また逆に浦添の、ね、うん、出身の方が読谷にいることもたくさんいると思うんですよ。今日うちのスタッフも一人は浦添市民ですから、ね、あ、そうですか、はい。あとでまた挨拶を、はい、よろしくお願いします。さあ、お話いろいろ伺ってますけども、さあエンディングになりました。松本市長、まあ、就任から 6ヶ月弱、まあ、5ヶ月ぐらいですけども、これから、ね、まだまだ、ありますが、どういうことをお考えでやっていこうかなっていうのを、夢をちょっと語っていただければと思いますが、うん、そうですね、私の究極の夢はですね、うん、やっぱりあの一人一人市民が、はい、自ら、うん、自立していく、そういう街にしたいと思ってます、うん、やっぱり今あの市長になってですね、はい、やっぱりこうしてほしい、ああしてほしい、こういう補助金を出してあそこやってって、こういう要望が多いんですよね、はいはいはい、本来はそうではなくて、やはり限りある財源とか資源の中で我々は何を選ぶのかということを自分たちで考えていく、うん、そういう責任を負って歩いていく、はい、そういう街にしたいなと思ってます。だからやはり我々さっきのイノベーションの話ではないですけど、うんうん、やはり手が2つしかありませんので、うん、何かを新しいものを使おうとしまえ、うん、すれば今持っているものを1つ手放さないといけないと、なるほどね、それもしっかりとできる、市民、うんうん、そういった次のステージの高いレベルのですね、はい、うん、市民を作っていきたいと思ってます、ね。まあ、でも本当にあの、まあ、この11万という本当に多くの方々の、思いをやっぱり背負ってこう浦添市の陣頭指揮を取る、まあ、あのいろいろとマスコミ関係とかでも、いわゆるこう、議会のことであったりとか、もうやっぱり浦添市っていうのはこれだけ注目されている、うん、都市でしょうから、やっぱりマスコミ側の、やっぱりこう PR っていうのも、はい、やっぱりこうターゲットにされてるっていうのも結構ありまして、まあ、浦添の問題とか地先の問題とかもねありますけれども、ぜひともですね、市民の声、うん、耳を傾けることを忘れることなく、先ほど冒頭でお話しされました、あ、市職員皆さん方がぜひ市民の方に向いてですね、これはもうどこの行政も同じだと思いますけども、ぜひそういう方向性で、いい解決策をですね、はい、4年と言わず8年12年というロングスパンで、はい、ぜひですね見ていただいて、素敵な浦添市にしていただきたいなと、はい、期待したいなと。ありがとうございます。浦添市から琉球が発祥したのと同じように、また新たな、思いをですね浦添からスタートさせていただきたいなと。ありがとうございます、はい、頑張っていきますので、ご注目ください。一緒にまた頑張ってまいりましょう。はい、はい、ぜひね、またあの読谷も我々も頑張っていきたいと思います。西海岸で盛り上げていきましょうか。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、お送りしてきましたユンタンジャー出番ですよ。今日はですね、ゲストに浦添市長をお迎えして、お話を伺ってまいりました。本当にもう素敵な話で力強い、お話をね伺うこととなりましたけれども、ぜひですね皆さん浦添市に行くときは松本市長の顔を浮かべていただきたいなと思います。さあ、最後メールが入りましたので、はい、ご紹介しましょう。まだ間に合いますね。はい、こんにちは局長、そして浦添市長さん、タルガニーと言います。先ほどの市長さんのトークで庁舎、最上階で役職員全員、回れ右で浦添市街を、見渡し、係長、課長、部長、市長で、市民の皆さんへ浦添市は何をなすべきかを原点に、キスことから、ところに、ただいま接客中のお客さんと一緒に感動を覚えました。どうぞ市民、地域のため、難題多い浦添市だと思いますが、頑張ってください。タルガニでした。っていうこと。応援メールが。あ、いいじゃねえよ、もう。タルガニも。タルガニさんもありがとうございます。嬉しいですね。本当に。いやー、でもね、タルガニさんありがとうございます。やっぱりね、先ほどの、
あれは僕も、今も申し上げましたけど、やっぱあれはね、やっぱりインパクトありましたよ。感動しましたよ。お話伺って。いや、もうしっかりとですね、うん、やっていきたいと思います。ねえ、ありがとうございます。もし、あの、9回でした ?9 回。私たち、はい、誰でも来れます。行って、はい、こう、見ることはできるんですかね、はい、そうです。浦添市役所に来ていただいて、うん、エレベーターに乗って、展望9回まで上がっていただければ、うん、すごい、あの、浦添市の市役所ですね、うん、高台にありますので、うん、すごく眺め綺麗ですよ。そうですか。ぜひ、あの、お弁当持って。お弁当持って。飲み物持って遊びに来てください。ああ、ありがとうございます。ぜひね、足を運びたいと思います。はい。おそらく、あれですね、そういう高台だったら、この読谷村も見えるんでしょうね。見えるでしょうね。私たちから見えます、見えます、見えます、見えます。あ、そうですか。すうん、あ、じゃあ、視聴しても FM タン聞けますね。あ、聞けますね。はい、もう、海向かいですからね。はい。浦添市と読谷村では。はい。もう、チケットないですよ。チケットない。はい。そうですね。まあ、世界からしたらこんなちっぽけなところですからね。俺チケットない。いや、20。いや、20。いや、20です。ありがとうございます。はい。はい、今日は、浦添市長、松本哲さんをお迎えしてお話を伺いました。楽しい話、本当にありがとうございました。いや、こちらこそ、はい、ありがとうございました。お体を気をつけて頑張っていただきたいと思います。はい、頑張ります。ありがとうございます。はい、さあ、お送りしてきました、ユンタンジャー出番ですよ。ちょっとね、ご案内忘れておりましたけども、浦添の方では、ただこ祭りというのが、開催されます。市長、ただこ祭り。はい。いや、もう、さよならって言ったんですけど、まだいいですか？ちょっと冬を疲れました。はいはい、どうぞ、ごめんなさいね。今月末、うん、はい、ただこ祭りというのがあるということでございまして、はい。あ、これはもう第36回ということですね。はい、前夜祭も合わせて、うん、まあ前夜祭はですね、はい、26日金曜日から始まりますけども、うん、まあ27日土曜日、28日、はい、日曜日ですね。これは場所はどちらの方で行われますか？浦添市の総合運動公園ですね。お、なるほど。陸上競技場があるところです。2日間。はい。これね、あの、浦添三大応答祭りという、はい、なんかそういうのもあるということで。はい。花火も出ますし、皆さんですね、もうたくさんの人が来ますので、うんうん、ぜひあの、お車とかも考えながら遊びに来てください。はい。はい、ぜひともね、ゆみたんからも遊びに行きたいと思いますので、はい。今日はありがとうございました。私もおりますので、何か言いたいことがある方は、ぜひ遊びに来てください。すいませんね、2と3度と。いはい、皆さん、7月の27、28と、週末土日ですね、浦添いただくまで祭りがございますので、ぜひそちらの方にもですね、足を運んでいただきたいというふうに思います。また、あの、11月はゆみたん祭りもありますので、はい、ぜひ足を運んでください。あ、行きですね。はい。遊びに来ます。ありがとうございます。さあ、改めまして、今日のゲスト、松本哲さんでした。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、あ、よかった、忘れるところでしたね。僕これ PR しようと思ってましたけど。はい、本当に素敵な、ゲストを今日もお迎えさせていただきました。ぜひね、皆さん、これを機会に我が読谷村も、見ながら考えながら、ね、やっぱり比較しないとね、わかりませんからね。ぜひともね、浦添市も足を運んでいただきたいというふうに思います。さあ、私たちユンタンジャではいろんなね、方々をお招きしておりますのでね、ぜひ、毎日ねラジオを聞いていただきたいと思います。明日は誰がご出演するんでしょうか。はい、楽しみですね。それではまた明日この時間にお目にかかりましょう。さよなら。FM 読谷村 78.5 FM 読谷村